どうもミルトンです。今回はカピタオの LMG にバレルをつけない方が最強になるということについてやっていきたいと思います。でこれね、本当だから、もう俺が本当だからっていうのってもう N 回目すぎるし、そろそろね数学の問題に出てきそうなぐらい言ってしまってるんですけど、これ本当に強いからもう信じてほしい。なんかもう俺の話す言葉ってなんだろうな、もうつけるだけで痩せるとか、もうあのショッピング系のなんかレベルになってしまった感じはするんですけどね。まあ今日はアタッチメントなしでやっていきたいと思います。お、ちょっと待て、おい、やっていく、これ強いでしょ。まあね、ちょっとね、フラハイトコンペンってどうなんてとこをね、ちょっと他のアタッチメントね、説明しながらちょっとやっていきますよ。で、フラハイはなんでつけないかっていうと、あれ初期反動全くないんですけど、最後の横ブレすごいんですよ。もうなんかね、俺の右手に小人が宿ってる感じがする。もうなんか小さな小人たちが左に、って押してる感じがしてもう腹立つんだよね。まあ、コンペン使ってるやつは、マジで、もう自分を傷つけながら、戦ってる感じがするね。もうね、絶対ね、コンペンセイターつけてる人はね、歯ブラシ、硬いブラシ使ってるから、もう毎回夜歯磨きして、歯磨いて、いって、あ、また血が出たとか言って、歯茎トマトになってそう、ほんとに。それぐらいコンペンやばいから。とつるか、行くぜ。おい、これ強くない？スタンドローンスターマジ強いから。これ前もやったけどね、こういう時強い。いや、マジカピタオのこの人ね、スタンドローンスター最強だから。ちょ、設置また昨日みたいに設置すればいいのにってなっちゃうから。なんでうちは一旦プラントでよかったじゃん。早く設置してほしい。いや大丈夫、俺はギスギスニキにはなんないぞ。あ、自分のドローン壊しちゃったバカ。ナイス。俺え、スタンドローンスタンつってドローン投げたとこ全然分かってなくて、自分のドローン破壊するというキモティカ共和国レベルの頭のおかしさだったわ。いやでも俺はな、 IQ 高めだし、紳士で、セクシーで。ん？なんだ、発見されてんの俺。どう、上か。いや、オールキルさせろ、オールキルさせろ。これ、オールキルだよね、やったら。映えるよ、映えちゃうよ。インスタサボテンに来ちょっと、映えちゃうよ。みんなね、インスタフォローして、そういえば。全然最近更新してないけど、そろそろ更新しようかなとか思ってる。おーい、ガッチー。いや、これやばい。カピタオ強くなったな。てか、バレルなしほんと強いから、これね、みんな持ってない人もね、頭の中で想像してごらん、強いでしょ。もう早速ね、5対4で始まっちゃったから、もうね、敵1人ね、絶対コンビニかトイレ行ったから、おもらし頑張れよ。やっぱダイヤ隊の人たち全員おもらし頑張ってるから、俺がね、前言ったことはね、間違えてなかったよ。あとそう、もう一つね、気になることがあって、なんか前の顔出し動画のコメント欄で、なんか一つね、メルトンって実在したんだ、品のない妖精かなんかだと思ってたって言われたんですよ。え、どういうこと？俺品あるよね。俺すごく紳士で綺麗なこんな人、もう周りにいなくない？俺はまさに CG 界の歌のお兄さんレベルだと思ってましたよ。でもこの人はね、ちょっとね、一生年輪で迷路し続けて、俺の ASMR を聞きながら迷子になってほしいね。あ、どうしよう。あ、ずっとスタート地点に戻っちゃうってなるぐらい、もう一生年輪で迷路し続けて、俺のオンアーンっていう ASMR を聞きながら一生迷子になってほしいなって思いましたね。もう終わりのない迷路でね、一生やって、もう命が尽きるまでやってほしいですね。もう俺はね、怒り狂うかと思いましたね。あ、でもそれやったら人によってはシェイシェイしちゃうな。それはシェイシェイしちゃうか。どうしよう、この人も喜ぶタイプの人だったら困っちゃう。やるぞ。あとそうそう、もう一つばっかなんだけど、これね、味方にね、キャラピック画面の時に、なんだっけ、プラントタイミングで赤通路に火ぶっ放すわ、つったから、これ多分成功するわ。神連携の予感してるから。もうね、ヒーター降りたやつってるけど、降りてるでしょ！もういないっしょ！いや、任せてくれよ。いや、もうね、俺はおもらし頑張っちゃうから、その差を見せつけてやるぜ。あ、はい、体内に入ってきたけど、おやばい、今日もトイレのスタンプ会か、どうした、アドレナリン入っちゃう。いや、俺は行くぜ。いや、待って、これは中央階ロックしつつ赤通路に引いたくぜ。いや、一回ちょっとフェイントでたこうかな。これたこう、一旦たこう。あ、カメラ開いた音聞こえるね。多分ね、え、これでもテルミット、あれテルミット上にいる、あ、マーヴェリック上にいる。ちょっとこれ待つか。
この人たちがね、きっとプラントしに行くと思うから。いる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 。おい、どうした、かかってこいよ。いや、もうね、妖精から言わせてもらうと、こういうのね、本当にイージーだから。銀行地下は、もうガレージ使ってなかったら余裕なんで。危ねえ、おめえ、弁当を投げやがって。いいね、マーヴェリック、そろそろ、あれだね、プラントするね。多分ね、マーヴェリック今ね、壁ジク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 開けてるから、待とう。ちょ、デフューザー今、これマジ神連携見せちゃうから。開け終わったかな？行くぜ。あいつが、あ、プラント入ったね。ケツ向けたからプラント入る。火焚く！で、木を焚き。これ多分スタン投げてロック入れて終わりだな。いいね、設置入ったよ。いや、この連携で、中央階のブリッツをそろそろ、かわしてあげよう。ちょっと待ってね。中央階に降りてるから多分左見ればいい、俺は。はい！決めてく。いいね、いいね、いいね、いいね。あ、ラストアグズロー！やばい、これ神連携すぎる。気持ちいい。あっ、あ、くそ、あー、頑張って、お前なら頑張れる。あ、もうこれは GG。 何やってんの。え、勝った。え、え、マイソロ硬すぎない、どういうこと。あっブリッツ早くとどめ刺さねえからキルパクられてんぞやばい、マイソロ鉄すぎんだけど体。いや、音おかしかったぞ今。まあもうここまで来たらね、あ、バリルなしって本当に強いんだとか、おい、マウス作ってんじゃねえとか言う人たちしかもういないと思うんですよね。やっぱね、時代はバリルなしですよ。まあそれでもね、コンペンとかフラハイつけてバリルつけた方がいいわとか言う人はもう自分を傷つけてるし、もう時代の敗北者。もう毎回ね、歯磨いて歯茎から血出たりしたら、いってーってなったら、あ、やばい、俺、やっぱ時代の敗北者だわっつって、もう歯ブラシもね、柔らかいの買ってね、歯磨いた方がいいと思う。もうコンペンとフラハイはそういうもんだから、あれは自分を傷つけるもの。まあ、スーパーハードもいいと思うけどね。まあ、歯磨きするときは、必ず、もう手で優しく握って歯に当たるぐらいで磨けちゃうから。もう今日の俺は存在がフッ素、みんなの歯を強化しちゃうぐらいの人だから。俺ね、やっぱね、存在が美しいからな。いや、存在するだけでね、もう助けてしまうから。もうそういう、もうメルトンっていう成分だから、もう新たな、もうそういうことですよ。もうカピタオのね、銃の上にも茶色いのいっぱいついてるしね。チョコレートだから。やっぱこんなこと言ったらみんなチョコレート二度と食えなくなっちゃう。どうしようどうしよう。やってきますよ、任せて。カピタオで大キャリーするんで。こいつの火の強化はね、異常だから。これがね、歯ブラシソフトってのをね、見せつけてやりますよ。毎回ね、歯磨きをするごとに、時にね、俺を感じてほしい。おい。出てきたね。おい、捕まえる。これ強え。いや、もうさ、テレビ割んなくてもいいんだよね、これ。ちょっと待って、一旦これで。あ、もうね、火とかガジェットはね、吐くように使った方がいい。ガジェットって使う分だけ勝率上がるから、あの敵が倒したりできなくても。これ本当、これガチ。みんなね、ガジェットは出し惜しみ、出し惜しみさんしない方がいいよ。絶対今下にいたな。あ、中央が上がる音聞こえるね。お、白靴下見えてる、白靴下見えてる。あれ小学生、おい、そういうことよ。これがね、ソフトの力。もう歯ブラシソフト。もう俺優しく磨いてる証拠だから、これ。歯茎から血出すことはない。そういえばさ、全然 CG 関係ないけどさ、歯ブラシスーパーハード使う人ってあれ、どう用途で使うの？痛くない？あれ、マジコンペンセーターなんだけど。歯磨いてるとき、いってマジコンペンセーター、マジクソアタッチメントだわってなんだけど。いや、俺ね、ソフトの方が好きなんだよねっていうマジ関係ない話なんだけど、まあ、そういうことですよ。それぐらいなんで、スーパーハード。マジコンペンセーターはスーパーハードの歯ブラシ。そういうことです。いや、もうスーパーハード派とかね、俺コンペンセーターがいいわっていう CG 民もね、ちょっと、ね、話聞かせてほしいです。なんで使ってんのか知りてえ。俺使わねえから。お、あはあはやばい、アドレナリンが体内から出てきちゃう。メルトンっていう成分がいっぱい出てきちゃう体から。あー、今のやばくない？リスキル対策。対策？リロードする。くねえ。いや、一般女性シリーズで横切って FF しそうなった。味方のこと打ちそうなった。いや、俺は1階からバチバチに上がってくぜ。バレルなしいいぞー。しかもね、あれも見やすいしね。あれ、スコープ。例のあれ、見やすい。あ、ネックがいるもん。上上がってるね。いや、俺に連れさせてくれ。
僕の火を焚きたい。え、なんか携帯電話が裏から聞こえるんだ。はい、ということでね、皆さんね、まあ、今日は何が言いたいかっていうと、歯ブラシはね、ソフトを使いましょう。カピタンはね、ゴミです。ということで、ベルトンでした。バイバイ。